くずもちくずもちは日本で作られるくず粉を使用した和菓子である。小麦粉からグルテンを分離させた後の浮粉を発酵させたくずもち漢字表記は九樹餅という同音の和菓子もあり、両者はよく混同される。いずれも黒蜜、きな粉をかけることが多い。本校では九樹餅についても取り扱う。くず粉に 水と砂糖を入れて火にかけて練っていくと透明、半透明になって、とろみが生じ、プルンとした独特の食感のくず餅ができる。涼しげな見た目から夏の菓子として人気がある。関西の一部地域では透明な生地にあんを包んだもののことを指すが、こちらは全国的には水まんじゅうと呼ばれる。また沖縄でのくず餅はくず粉の代わりに、 芋くずと呼ばれるさつまいもでんぷんから作られる。水で溶いたくず粉に砂糖を加え、火にかけ、透明感が出るまでよく練る。練り上がったものをバットに流し込み表面をラップで覆い水で冷やして、長方形に切る。好みで、きな粉や黒蜜をかけて食べる。生地に砂糖を入れることもあるが、出来上がったものに砂糖をかけた方が、より強く甘みを感じられる。 冷蔵庫に入れると、色が濁って食感が落ちるので、流水か氷水で冷やすと良い。本、くず粉を使用したくず餅は、じゃがいも等のでんぷんで作ったくず餅に比べて冷やしても、透明感が失われにくく、滑らかな口当たりである。手作りだと、美味しく食べられる期間は2日ほどである。スーパーマーケットなどで安く出回っているものは、寒天やゲル化剤、砂糖が大量に入っており、 長く保存できるような加工がされているため、かなり日持ちが良い。ただし、食感は手作り品と異なる。江戸時代の国学者、花輪保吉一著作、俗軍書類中の章にて、くずや気持ちを紹介している。内容は、端的に料理法を載せ、文章は以下となっている。クズ一章。水一章。砂糖一章。三色よくこねあはせ。 みかんほどにまろめ、鍋に少し油を塗り、再打ち返し焼きサルコウ。現在はくず焼きと呼ぶことが多く、水溶きしたくず粉、砂糖、あんを、主材料にし、火にかけながら、半透明になるまで練り、蒸した後に冷やし固めて焼いた和菓子を刺す。店、商品によっては、中身の具を入れなかったり、栗や桜、季節の果物などの食材を加え、 独特の風味を持たせるなど幅がある。形状は四角に切った外見が代表例だが、味、外見ともに各店が衣装を凝らした、個性的なくず焼きも販売されている。亀戸天神坊の船橋屋のくず餅関東の九十餅関東では、江戸時代後期に入り、小麦粉を発酵させたものから作られた菓子が、くず餅と呼ばれるようになった。 現在の東京特部東部を含む葛飾郡のクズに由来し、関西のクズ餅と区別するため、クズの字を当てたという説がある。関東の九十餅は小麦粉から生成したデンプンを乳酸菌で発酵させたものであり、原材料にクズ粉は含まれない。見た目は白く、クズ餅のような透明感はない。食感もクズ餅と比較して硬く、独特の風味がある。ただし、食べ方は、 葛餅同様、きな粉をまぶすほか、黒蜜などでも賞味する。粉末状のラムネフレーバーをまぶす等、新たな味付けも、考案、商品化されている。九寿餅は、かつて、葛飾軍だった東京都江東区の亀戸天神社の、ほか、池上本門寺や川崎大師の門前町の名物でもある。本門寺門前ではかつて節分明けから、勝負の花の頃に扱い、 通年で製造、販売するようになったのは太平洋戦争後であるという。関東風くず餅は和菓子で唯一の発酵食品とも言われる。亀戸県神門税に本店がある船橋屋は発酵に代々使ってきた乳酸菌がラクトバチルス属パラカゼダネであると解析。くず餅乳酸菌として関連商品を開発している。ありがとうございます。